もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。2日に行われたジャニーズ事務所の2度目の記者会見にて、会見をめぐって話題となったのは、特定の記者らを指名しないようにする NG リストの存在が判明したことです。リストには6人の記者やフリージャーナリストの名前、顔写真が掲載されており、挙手し続けながら指名されませんでした。忖度や圧力はまだ健在であることを証明した形となりました。事務所内にある根底の忖度や圧力はなくなっていませんが、今までと違うのはメディアのジャニーズ事務所に対しての扱い方です。今まではジャニーズ事務所の圧力などで報道できなかったり、コメンテーターの発言がなかったりとジャニーズ事務所に忖度していました。しかしジャニーズ事務所のいろいろが明らかになり、今までおとなしくしてたメディアやコメンテーターが、これまで溜まっていたものを吐き出すような発言をしています。その中でもタレントの上沼恵美子さんの発言に注目が集まっています。 NG リストについてジャニーズ事務所はリストへの関与を否定。会見を運営した FTI コンサルティングはリストの作成を認めて謝罪し、事務所の関与や承認はなかったとしました。上沼さんは受け持った会社が大失態と FTI コンサルティングの責任を批判。リスト持って歩いた女の人、あれ何？写真まで見えてますやんと指摘し、堂々と写真まで見える、 NHK が見つけるぐらいまでよく持って歩いたなって、パフォーマンスかと思った、絶対してはいけないことと糾弾し、ジャニーズはこれから被害者に償っていきます、法を超えてやっていきますって、真摯に向き合っていきますってのを全部ひっくり返したんやでと言い切りました。さらに都合のええようなジャニーズ事務所は、これから真摯にやっていきます、保証しますってアピールするだけの会見だったら見たくもなかった、そんなんいらんのよとバッサリ。日本一皆さんが見るであろう会見の仕切りを頼まれたこの会社、浮かれたんやと思いますよ。前回あの記者はむちゃくちゃ言いましたな、外しましょうって、仕事したつもりになってるんですよ。でもその仕事は一番したらいけない仕事、今ジャニーズ事務所が一番してはいけないこと、良かれと思ってこの会社はしたと思うけど、だらしないというか浮かれたというのか、センスというのか、悪い会社やなときっぱり、一番してはいけないことをした、ええことしたと思ってるんですよ、これは話にならないと批判は止まりませんでした。またこの記者会見でもう一つ問題となったのは、記者会見を自身の持つパニック障害を理由に欠席した藤島ジュリー景子さんです。会見当日、ジュリーさんは手紙で心境を寄せ、井ノ原快彦さんが約10分にわたって代読しました。芸能関係者はこのことに関してこう語っています。ジュリー氏は手紙の中で被害者と対面したことを明かし、補償や心のケアをしていく意思を明示、それだけでなく叔父にあたるジャニーさんと母のメリー北川さんとのいびつな家族関係も綴られていました。ジュリー氏によれば、4年前にメリー氏からジャニーズ事務所を相続、しかし経営に関する権限はなく、メリー氏と異なる意見を述べると気が狂ったように怒り、叩き潰すようなことを平気ですると告白。ジュリー氏は20代から過呼吸で倒れることがあったそうで、今もパニック障害を患っているようです。会見で過呼吸になる懸念もあり、手紙に思いをしたためたとのことです。だが上沼さんはパニック障害を抱えるジュリーさんの会見欠席について、私はけしからんと思いましたとバッサリ。ジュリー氏が手紙の中で家庭の事情を述べたことに言及し、そんな説明いらんちゃいらんですよね、この記者会見の壇上になんで並べへんかったかと疑問視しました。9月7日に開かれた1回目の記者会見後、ジュリー氏がハワイに渡航していたと週刊誌が報じていました。上沼さんはこのことにも触れ、また記者から突っ込まれたら嫌やなって思って2回目の記者会見に出えへんかったんちゃうかって私なんかは思いましたとコメントしました。新社長の東山紀之さんなど周囲が
ジュリーさんをかばったのではと推察した上で、でも私が身内なので出なければ話になりませんっていうぐらいの精神を持つべきと持論を述べました。上沼さんの熱弁は続き、この人は出なければいけない義務がかなりある義務ですと主張し、東山さんよりも井ノ原さんよりも弁護士よりもあなたが出ないかんかった、お母さんともうまくいっていなかった、そんな親しくなかった、そういう話は結構なんですよ、もう話にならんなーですわと痛烈に批判しました。感想を問われたゲストの三河健一さんは、ジュリーさんをすごく繊細な人だと思うと推察し、責任としては出なきゃいけないんだけど、パニック障害の状態をメディアに見せるのが辛かったんだと思うと上沼さんをなだめるように述べていました。それでも上沼さんの勢いは止まらず、辛かったって言うたら性加害に遭った被害者の方々はどない嫌やったでしょうね、何十年もそれを思ったらパニック障害だからうまく喋れなかったらいかん、うまくなんか喋らなくてよいんですよ、あなたはあそこにいるべきなんよ、これは義務だと私は思うとますますヒートアップしました。3回目の記者会見をやるべきとも主張した上沼さんは、カメラ目線でジュリー氏に向けてこのようにメッセージを送りました。あなたね、どうでもいいですけどね、舐めとったらあかんで、どれだけの人物をおじさんが傷つけてきて、あなたそれで潤ってきたんやん、ジャニーズ事務所のお嬢様としてパニック障害もお気の毒やと思いますけどね、でもそれ以上の傷を負って一生を台無しにしている人が何百人もいることを忘れてはいけない、おじさんのしたことやからって逃げてはいけない、あの場所に出てこないなんていうのはずるいです、ずるいね、張ってでも出てあなたは引っ込んでおいてくださいって言われるまでヘロヘロになるべきやったと私は思うな、同じ女性だし責任あんねんってやっぱりお嬢様やなって感じがしてならないですと終始ジュリー氏を追及する姿勢を見せた上沼さんでした。そして最後に、3回目の記者会見をやるべき、 NG になった記者の皆さん、その人たちの質問から始めた方がいい、そのぐらいのことしてよ、頑張るって言ってはるねんから、と3度目の会見を要望しました。忖度から解放され、今まで言いたくても言えなかったメディアの声の数々が上沼さんを皮切りにこれからも上がってきそうです。窮地に追い込まれているジャニーズ事務所、今後は事務所の圧力でそれらを抑えることが難しくなっています。どのように対処し進んでいくのでしょう。今後もジャニーズ事務所、そしてそれを取り巻く芸能界から目が離せませんね。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。